シャー速率前。おはようございます。どうも、高橋です。はい、よろしくお願いします。はい、大の字になれば、あなたは最強。本日はですね、皆さんに4月からの特別セミナーをご紹介したいと思います。はい。このセミナーの内容はもう、どうしても僕がやりたかったセミナーの内容の一個でございますけれども、タイトルをお話しちゃいます。社の自動化。自動化って何なのかっていうと、まあ今ね、AI であったり、チャット GPT であったりね、LLM であったりとかね、いろんななんかこう、IT の技術がすごく発展してきたと思うんですけども、それを使ってですね、今回、皆さん、社も自動化されるということをご紹介したいと思うんです。それが何なのかって言ったらですね、勝手に弓が引き上がって開いていくんです。勝手に弓がこうやって引き上がって開いていく、体の使い方が存在するんです。これを、皆さんに一般の人たちから全員が2時間で身につくようにやっていくと、そういうセミナーでございます。はい。これのテーマで言いたい内容はもうこれだけです。力を入れて弓を開くという、もうこの領域から抜けてください。もう 99% の弓道の人たちはこうやって引いてるんですよ。 99.9% の人は力入れてるんですよ。いや、もちろんね、力は入りますよ。それはね、誰だってそんななんか何にも力が抜けた状態で弓は開かない。違うんです。僕が言いたいのは、力を抜いたら勝手に腕が動いてくるんですよ。そういう体の使い方が、これ普通に弓何も持ってない状態だったら、まあ確かにこれはそうはならないんですけど、そうじゃないんです。勝手に弓が引き上がっていく。この弓を持った瞬間に、勝手に弓がこういう風に開かれるように体って使えるんですよ。これはね、マジで面白いです。てか、もう、弓道ってこれのためにあるんだっていうぐらい、もう、弓の開き方が、180度変わります。圧倒的に今までの、私がやってきたセミナーも、今までも面白い内容を言ってきたんですが、今回のセミナーほどね、こう弓を引いている人たちにとって、こんなやり方があったんだって驚くのはないと思います。力使わないんです。だから前のセミナーでも、前の動画でも言ったと思うんですけど、腕を上げるのはこうやって上げて、力入ると思うんですけど、こうやってふーっと力を抜くね。抜けば抜くほど上がっていくんです。違うんですよ。みんなは多分どうやってやってるかっていうと、力をがどんどん上がっていく、入っていくと思うんですよ。腕を上に上げれば上げるほど。逆。上に上げれば上げるほど力が抜けていくんです。それはなんでかっていうと、この弓をこうやって上に上げるとき、みんなは腕力でやってると思うんですよ。腕力で上げてるから力が入ってくるじゃないですか。いや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 、違うんです。そうじゃないんです。そうじゃないです。これを弓の力で上げましょう。そうすると、そうすると、弓の力を使えば上がっていくんですよ。自然に。この力を使うんですよ。もう言ってる意味わかんないと思うんですけど、受けたらわかります。弓は自然に上がります。手で上げるものでもなく、腕で上げるものでもなく、すくい上げるものでもなく、上筋で張るものでもありません。弓で上げていくもんです。こう教えられる先生は絶対いないと思う。99.999% の先生は腕力で弓引いてます。腕力で弓上げてるから。しかも、それだけじゃないですよ。私の言いたい。これ、弓が勝手に引き上がって、勝手にこういう風に、ここ回すときあるじゃない？第3の。こっちからこうやって入れていくと。ここ絶対力入るでしょ。ここ止まるでしょ、みんな。止まらない方法があるんですよ。こっから、スーッとこういう風に止まらない方法あります。もっと言おうか。これ、湯上がりが入ってて、こっから、これ力入るでしょ、絶対。こうやって持ってる状態から、これ、今僕が言ってるのは、まあ、このあたりはですね、弓の力を使ったら、引き上がりますよってことを言ってます。まあ、なんか、ね、ふって力を入れたら、もうグーンっていきそうじゃん。じゃあこの一番初めの動き始めどう？これここ湯甘いから打ち起こしを始め、
こんなとこ動くの？いや、ここをね、勝手に動かすのが楽なんですよ。弓は腕でやるものではありません。弓は腕で引くものではありません。弓の重さを使って発節を使っていくんですよ。そしたらもう腕に力入ることがない。離れが緩むとかない。どんどん開ける。もう私も今、強い弓をガンガン引いてて、48キロの弓を引いてるんですけども、もうね、力なんかいらない。てか、力使ってやっている弓道って、奥が深くないよ。弓道の道って、ね、すげえ奥が深い意味が込められてるんですよ。弓道の道って。この道はね、道がつくぐらいこの弓って奥深いんだよ。奥が深いものを、そんな力入れて、形作って、まあ、綺麗に整えるっていう、人間にとって一番思考しやすい、考えやすい、想像のしやすい範囲の中で弓道なんか語ってたら、弓道なんかやる意味ない。だから講談社はまさにそういうところで弓引いてきたんですよ。だって、弓によって腕が自動的に引き上がる方法なんか講習会で学ばないでしょ。でもこれは、古くの弓道家。私が言ってるのはこれオリジナルじゃないよ。私が言ってるのはこれ新月社義っていう昔の弓道の文章にも書いてあるんだよ。もう新月社義の社法発説で文章読んでみてくださいよ。自然に引き上がるって書いてあるから、弓がね、花が開くかごとく自然に開くね、上空に打ち上げられていくって書いてあるんだよ。打ち上げるんだよ、打ち上げられていくとか。どうやって？はい、それを私は教えます。腕なんかもう使わないです。弓道で腕とか肩怪我してたらそれは何か間違ってます。まあその年齢による50肩とか40肩っていうのはまた確かに原因があるかもしれませんが、それはまた別の要因であるかもしれませんが、少なくとも弓引いて腕に圧迫感が来るとか、肩のなんか詰まった感じがあるとか、でそれを形を作って一生懸命やろうとしてる先生がいたら、その弓道はね、もうやめた方がいいと思います。奥が深くない。それは弓道とは言わない。てか、いいんだよ。やってもいいけど、やる意味そんななくないって思っちゃいます。学ぶんだったら、社の自動化ですよ。この社の自動化は、社の脱力化が実現できて自動化されるんですよ。はい。この腕を上げる動作ってさ、こうやってあるでしょ？縮んでたら、上げれば上げるほどきつくなるに決まってんじゃん。力がすごい抜けてるから自然に上がっていくんですよ、高く上げた方が楽なんですよ、もっと。どんどん楽になっていく。弓によってさらに自然に引き上げられていく。それが社の自動化です。この内容は、多分、今回、まあ、受けてくださる方、まあ、よろしかったらね、概要欄の方に、お問い合わせページありますので、ぜひ、申し込みください。マジで面白くさせる自信あります。これで引いたら、あ、弓道ってこんな奥深いの、すげえなって思わせんな、まず絶対思わせます。だけじゃありません。的中率は半端なく上がります。この内容を教えてね、実際に的中をもうたくさん出る人もいます。私が個人指導で教えてる、強い弓個人指導であったりとか、なんかその、ついに初心者で教えてる人、めちゃくちゃ的中率上がってますよ。うん。だから弓ってその力使うもんじゃないから。力使って教えてるだけなんだよ。講談社の教えて。それはもうほとんどが使えないんだよ。言ってるだけ。使えない。無理なの。理想論。そうじゃねえと。この言ってる、もう、現実的に、もう、この物理、言いますけども、勝手に弓が引き上がるって、これ物理的に言いますからね。はい。根拠ありますよ。スピリチュアルでもなんでもないよ。100人いたら100人これできるよ。いや、これからくりだけなんで、弓の、どこに重心があって、どの角度にどう動かしていけば勝手に腕が上がるかっていう計算だけなんで、こんな簡単だよ。こんな全然スピリチュアルでも何でもないよ。これ力入っててもできるよ。いや、極論言っちゃうと。でも、力入っちゃっても引き上がるところはできますが、ここができないとここができないで意味がないんですよね。動き始めがやりづらくなるのと、だから、こうやってスーって引き上がるのは、もう、ガチガチの講談社みたいな、肘張って、こうやって手の内呪文って、こんなんでも引き上げられますよ。それできる。これは簡単だから。これは誰でもできる。誰でもできるが、こことここができてなかったら意味ないんですよ。どうせその途中で力入っちゃうから。そうじゃないです。僕が言ってるのは、最初から一番最後の回まで
腕を使わないで弓の力を開いています。でこれは尾州竹林救助所の中学集にも書いてあります。はい、我が力は使いません。我が力を使わずに開くのが弓道です。我が力を使わずに形を作り上げるのが本当の弓道です。我が力を体感し、理解し、理解して実践して自分の体の中の感覚まで落とし込むのが弓道の稽古です。こういう内容を知りたい場合はぜひ本メラのお問い合わせで、一緒に弓を行きましょう。以上です。ありがとうございました。